こんにちは、マナズマナカです。今日はドライガーデンやロックガーデンに使えるコルジリネのご紹介をしていきたいと思います。コルジリネは赤い特有の葉っぱがあったり黄色のものがあったりと人気もあって南国の雰囲気だったりリゾート感だったり非常に使いやすい植物なのでこちらを今日は直接ご紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目にこちらの黄色の斑が入ったコルジリネですね。はい、コルジリネは、このようにどんどん幹立ちしてくるんですね。こういう風に大きくなってくるのでよくあるミスというか間違いが時々あるんですけれども、ポストの真下だったりインターホンの下に置くとそのうちこういう風になってくるので、小さいうちは下になってたんでよかったんですけど、上に大きくなってくるにつれて、ポストを隠してしまうとか抜かなきゃいけないっていうにもなりかねないので、基本的にコルジリネはこう上にまっすぐ大きくなっていく植物なので間違えないように、しましょう。はい、でこちらですね、よくこれが、ポスト下に植わってたりするんですけど、これもどんどんこのように幹が上がってくるのでポストの下とかには置かないようにしましょう。はい、で赤い雰囲気がやっぱリゾート感だったりロックガーデンにすごく合う植物なので、赤いのは多少耐寒性に弱いんですけれども、これ今年コルジリネを、冬に仕入れた時に一時寒さでやられてしまって温室に入れたんですけれども、その後この成長点って言ってこの真ん中が死んでしまった株も幹からまた新しく植出てきたり、この株元からこのように成長してくるっていうことがあるので、もし寒さで上がダメになっちゃった時は捨てずに春まで待つっていうのがポイントですね。コルジリネに関しては風水的にもいいと言われているそうです。幸福な交際っていう意味があるそうで、玄関前とかに置くと風水的にもいいと言われているそうです。すごく綺麗ですよね。大きくなるにつれてよりこうインパクトが増すのかなっていうのと、この赤いサイズがこの黄色いサイズになった時にはよりシンボリツリーとして活躍するので、このサイズから育てていくのもいいのかなと思います。今後成長させながらお庭を楽しみたいって方にはすごくいいのかなと思います。はい、こっちが緑のタイプですね。これも寒さに強いのであまり気にせず育ててもらえるといいかなと思います。はい、それではこの木を使ってポスト下をデザインした時の例を今からやっていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。まずメインツリーとして、このコルジリネのイエローの株をこのように入れていただいた後に、寒さに強いというアガベでもご紹介したんですけど、こちらのアガベの、ケゴンをこのように配置していきます。なんかね、それこれ入れるだけでもかっこいい雰囲気になる。鉢に入れて玄関前に置いたりするのもすごくいいですし、一気にリゾート感の雰囲気は作れると思います。コルジリネは多少高さがあって横にアガベを置くって組み合わせやすくて、初めてガーデン玄関前にリゾート感を出したガーデニングを作りたい方にはすごくいいのかなと思います。はい、でこういったところにポイントで次に植物や流木を入れてみますね。流木を入れていきたいと思います。はい、流木を持ってきたのでここら辺の間に入れていきます。ちょっと寄せたりして向きを見てみますね。こんな感じでまた雰囲気が出るドライガーデン、リゾートガーデン、アガベとか最近人気のアガベだったりコルジリネを使った玄関前を簡単に彩れる植物なのかなと思います。意外とね、幹立ちするまでに数年かかるんで、なかなか市場に出てるってことが最近は少ないんですけれども、こういうようなノーメンテナンスの植物っていうのはなかなかないので、葉っぱものと違ってコルジリネに関しては新しい葉っぱがこの真ん中から出てくるので、
ここの下の部分が一番古い葉っぱですね。なのでこれを切るだけで OK っていう、考えなくてもいい植物なんで、初めて DIY でドライガーデンとかロックガーデン作る人にはおすすめしたい植物ナンバーワンかもしれません。はい、はい、では次に横長の場合、横長で花壇があったり、スペースが幅50センチ長さ5メーターぐらいとか3メーターぐらいしか取れない場合の配置も行っていきましょう。はい、はい、それではやっていきます。ちょっと動かして、まずこいつをメインツリーとして出します。その後にアガベを配置していきます。でちょっと流木が入って、いい形になると思うので、その脇に今度違うものを入れていきますね。次にニューサイランを入れていきます。まずここでポイントですね。お庭作るときっていつも不等辺を結んで作るんですね。なんで正三角形にもなっちゃダメですし、高さがこう違うことによって立体感が出るので、今まあこの状態でもすごくいい雰囲気は作れてるのかなと思います。さらにお家が長くなる場合にはもう一本今度高いものを入れると、ここの3点で不等辺が作れるようになります。今その植物を入れていきたいと思います。はい、こんな感じで今柱サボテン入れてみて、ここで3点取って、ここも不等辺で取れてて、まあ全部どこを取っても不等辺が取れるような感じですね。はい、なんでこれを違う植物にしたパターンもやってみましょう。次に八つ出っていうんですけど、僕もお庭のお仕事の時よく使う植物ですね。すごく南国っぽい雰囲気が出るんで、この八つ出を今度変えて、さっきのニューサイランに変えて入れてみます。はい、今度はコルジーネは変えずに違う植物も入れて、左側を変えて作り直してみました。はい、その時にこちらの空間が空いているので、そういう時も何でもいいんですけど、アガベだったりちょっとポイントで入れるとまた雰囲気ができて全体像ができる。今回このコルジリネがあることによって、非常にリゾート感だったりアガベが あるとロックガーデンが作りやすいようになるので、コルジリネ、使ってみるとすごいいいんじゃないかなと思います。これが幹立ちじゃなくって小さいサイズになった場合もハマるんじゃないかなと思います。ちょっと小さいんでね、また配列は変えなきゃいけないんですけど、リゾート感のある空間っていうのは、コルジーネだけでも作れるので、皆さんにぜひやってほしいなって思う配置ですね。もしくはこのようにコルジリネとニューサイランとアガベを使って南国な雰囲気を前面に押し出すっていうガーデンもすごくいいなと思いますし、コルジリネとニューサイランアガベがあればある程度の形は作れるのかなっていうところですね。ただやっぱり植物集めるのがねすごく難しいんで、ここに角度とか、立体感を出すことによってより、素人っぽさがなくなり、プロが作るようなお庭に近づけると思います。使い勝手の良さは、ご理解いただけたと思うので、ぜひこれから園芸シーズンなので、コルジネをどう使おうか迷っている方、どう作ったらいいのかわからなかった方は、これを参考にいいお庭を作っていってみてください。早めにコルジネの赤は植えれば基本的に越冬できると思いますので、今回のコルジネでこれからどんどんお庭作っていってみてください。